日本初の AGT 営業路線、神戸のポートライナー、日本最新の AGT 路線、東京の日報里、トンネルライナー自動案内機場式、旅客輸送システムとは、小型軽量車両が自動運転により、専用軌道上の案内機場に従って、ゴムタイヤで走行する方式の中量、軌道輸送システムを指す。なお似ている中量、軌道輸送システムとして、 鉄車輪による軌道を用いる方式がある。AGT とは小型、軽量でゴムタイヤのついた電車車両をコンピューターによって運行管理するシステムで原則として無人運転を行う中量軌道輸送システムを言う。なお、AGT は全自動無人運転車両システムと訳されることもあるが全自動無人運転車両システムは APM のわけにも用いられる。 アップムは本来は、米国のウェスティングハウスエレクトリック社が開発したシステムを指すが、日本以外ではアップムが多く採用されたため AGT に類似したシステムも含めた全体をアップムと呼称することがある。三菱重工業では、日本の都市向けを AGT、空港及び海外向け車両をアップム、全自動無人運転車両と呼称している。普通鉄道や、 地下鉄では輸送量型であり、路面電車やバスでは輸送力不足である場合の中間の公共交通機関として誕生した。他の中量軌道輸送システムと大きく異なる点は、コンピュータ制御により無人の自動運転を行う前提で開発が進められており、建設費も少なく安価に導入できる輸送システムとして日本を含めた世界で発達した。 世界各国で同時に開発が行われたシステムであるため多くのシステムが存在する最大輸送力は1時間1方向あたり約3000から2万人程度である場合が多いが実際は建設する路線によって前提の輸送力は異なる AGT は SLT、GRT、PRT の3種類に分けられる SLT とは 単線上での折り返し運転、またはループ運転を行うもので、AGT の中では最も簡単な種類である。英語の peoplemover は SLT のことを言う。GRT とは重量規模の輸送能力を有するシステムで、分岐やオフライン駅等の比較的複雑な AGT のシステムである。PRT とは6人以下の小規模の乗客の輸送を行うシステムで、 きめ細かい運行を目的とするシステムである。PRT-PRT-AGT の構想は1960年代、アメリカ大都市での自動車交通の行き詰まりに始まる。大都市での道路渋滞が慢性化するようになり、自動車に代わる交通機関の整備を迫られた。1968年に、アメリカ合衆国住宅都市開発省によって、 アメリカ合衆国住宅都市開発省報告書が発表され、これを契機に当時向上しつつあった電子制御技術を積極的に導入して活発に開発が進められた。渋滞対策としてサンフランシスコエリアでは1972年にバートが開業したが、この路線はまだ AGT とは異なったものであり、さらに徒歩、鉄道、バスといった 従来の交通システムの隙間を埋めるシステムの必要性が叫ばれた。このため、連邦政府の運輸省都市交通局では、民間企業に補助金を与え、PRT と呼ばれる個人用高速輸送システムを計画、開発させることになった。PRT システムの特徴としては1、公共交通機関であること。2、専用ガイドウェイを持つこと。 3. 目的地に直行できること。4. 車両定員は3人から6人で無人運転とするなどがあり、これに対し各社が様々な提案を出した。1972年、ワシントン DC で交通博覧会、アーバンワストランスポーテーションアドミニストレーションが行われ世界で初めて展示が行われた。この時には空気浮上リニアモーター駆動や型モノレールなど、 多種多様のシステムが提案されたが、技術上の問題などから直流電動機によるゴムタイヤ方式の車両を使用したシステムに集約されていった。なお、当初の構想では小規模な輸送力のためのものであったが、高架橋などの建設費から採算性を勘案し、単位輸送力は当初の構想よりも大きなものとなってしまった。1975年に最初期の PRT システムであるモーガンタウンパーソナルラピッドトランジットが開業した。日本ではニュータウンと呼ばれる大規模住宅開発地から最寄りの鉄道駅への交通アクセスが課題とされてきた。ピーク時の輸送量はバスでは飽和状態であるが従来の鉄道には過小でしかもデータイム時との需要差が極端に開き、このため鉄道を敷設しても採算に乗らないといった問題があった。 このため、アメリカでの PRT の動向に着目し、安価に建設ができる重量軌道システムを開発する機運が高まり、鉄道車両メーカーと商社の共同による開発が行われることとなった。AGT の開発は、アメリカだけにとどまらず、世界各国の企業に広がり、それぞれ独自に開発が行われ、様々な方式が誕生した。 1970年代頃からこれらの開発は活発になり、1971年の東京モーターショーで CVS が提案され、1974年には東村山の通産省機械試験所跡地に全長 4.8km に及ぶ実験船が建設されるなど、各企業でそれぞれの実験船が建設され開発が進められた。 2000年代までに開発されたシステムと開発企業は以下の通りである。なお現在はこれらだけにとどまらずたシステムの開発も行われている。日本で初めて導入された一般人でも乗車可能な AGT 路線は1972年3月の京成電鉄が経営していた多日遊園である。ベースシステムはボナで園内約380メートルの周回コースで、 試験運転として開始され、遊具の一部として運行されていた。1975年7月20日より開催された沖縄国際海洋博覧会では、KRT や CVS をベースシステムとした路線が建設された。これらの試験運転等をもとに、技術の開発や改良などが加えられ、実用化に向けて進められた。同年には AGT が新交通システムとして、 都市モノレール法に基づく公的補助の対象となり各地に登場する AGT の幕開けとなった。本格的に実用化された、つまり日本初の高級的な実用路線は1981年に開業した神戸市の神戸新交通ポートアイランド線である。この路線を皮切りに日本各地でも多くの路線の建設が始められた。 日本語ではない AGT の名称は親しみを持たれ、憎いことから、各路線ごとにそれぞれ愛称が付けられている。旅客案内上でもこの愛称で案内される場合が、多く、AGT や新交通システムとして案内されることはない。また、同様の理由からこのシステムを総称する名称として、新交通システムが使用されることが多い。1983年3月、 日本交通計画協会が発表した新交通システムの標準化とその基本仕様により標準規格が定められた。標準化されるまではそれぞれの路線が独自の方式で設計されていた。基本仕様の決定により量産生産やシステムの低廉化を図り、AGT の導入を容易にしたため、その後多くの AGT 路線が建設された。 日本国内では現時点で2008年開業の東京都交通局日暮里、トンネルライナーが最新の AGT 路線であり、将来計画としては神奈川県横浜市のセア駅と上、瀬谷通信施設跡地を結ぶ路線として検討されている上セアラインが AGT を採用する予定となっている。近年ではより低コストの路面電車や BRT など、 他の交通システムに対する助成制度が制定されたこともあり、日本国内で AGT の新規建設は抑制気味となっている一方、国外では現在でも多くの新規路線の建設が開始されている。開発を終了したメーカーも少なくないが、三菱重工業では現在も開発が続けられており、高速運転が可能なスーパー AGT や新型台車の開発、 新興国向けにコスト半減した車両の開発などが行われており、2014年にはアメリカ・フロリダ州の主要空港すべてに AGT が導入されることが決定するなど、以後の導入も世界各国で期待されている。標準型新交通システムに沿った第1号車両の横浜新都市交通線形1983年3月導入検討手続きを簡素化し、 建設費の低廉化を図ることを目的に、日本交通計画協会が発表した、新交通システムの標準化とその基本仕様により、標準規格である、標準型新交通システムが定められた。標準化に従って建設された、最初の路線は1989年に開業した、横浜新都市交通金沢シーサイドラインである。標準化されるまでは、 それぞれ独自の方式が採用されており、合わせて本校で解説する。また、低廉化させた普及型新交通システムの制定も検討されている。軌道は一般的に直線部では PC 製、究極線部は構成箱桁が採用され、その上にエポキシ樹脂によりコーティングされた専用走行路を敷く。走行路に沿って左右、または中央部に H。 または、愛傾向による案内機場が設置されており、車体の案内輪を当てて走行輪のゴムタイヤで走行する。曲線半径は25メートルまで、勾配はゴムタイヤの高い摩擦係数を利用して、勾配率は最大で60パーミルまで可能であり、駅での停車区間では10パーミル以下、車両の停留、解決を行う区間では5パーミル以下としている。また、道路上に、 高架ガイドウェイを建設する場合には、消防法の規制や、車道の往復に車線の円滑な通行を確保するため、道路幅は歩道を含め、約22メートル以上が条件とされている。期間機間は、走行輪である左右のゴムタイヤの中心間隔で表される。鉄輪式鉄道と比べて広めで、 標準型新交通システムで定められた標準規格では 1700mm を前提とした規格で定められているため 1700mm を採用する路線が多い。山満有うかりが丘線、東海大新交通東海大線で 1800mm、神戸新交通ポートアイランド線で 1740mm、埼玉新都市交通稲線で 1650mm、 大阪メトロ南港ポートタウン線で1600ミ、mm、リメートルが採用されている。標準的な駅舎駅は、高架駅島式ホームが原則で、風雨を防ぐのとともに、駅の無人化と乗降の安全確保のため、ホームにはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている路線が多い。また、中央指令所で常に監視カメラにより、各駅のホームや構内を監視しており、異常があれば、 中央司令所から列車を停車させて、係員を派遣することができるほか、各駅の販売機、改札機、エスカレーターエレベーターを駅と、中央司令所の監視装置で監視して、異常があれば警報が表示される。車内信号式を採用した路線では、路線上の見える位置には、信号機が設置されていないことが多いものの、実際には、出発信号機や場内信号機がある駅もあり、停車場。 停留場それぞれ存在する。標準型新交通システムで定められた標準規格では乗降場高さを走行面より 1070mm としているが、タイヤ系の縮小や偽装部品の小型化等の将来の技術の進歩により柔軟に対処していく必要があるとされている。電気方式は大きく分けて直流 750V と参照、交流 600V が存在する。 路線長が長く車両数が少ない路線では直流方式、路線長が短く車両数が多い路線では交流方式が有利となり、地域の特性により方式が定められている。標準型新交通システムで定められた標準規格は原則直流 750V であるが、技術革新の情勢や路線長、車両数などによって総合的に判断するとされている。電車線はアルミ、 または、ステンレス製の合体式であり、案内機場の上部に並行して設置されている。直流は、複線式、参照交流は三線式となっている。西部山口線、山万ゆうかり線、横浜シーサイドライン金沢シーサイドライン、東海大新交通東海大線、広島高速交通広島新交通1号線で、直流 750V が、 埼玉新都市交通稲線、東京都交通局日暮里、トネリライナー、ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線で参照、交流 600V50Hz が、大阪メトロ南港ポートタウン線、大津ニュートラムテクノポート線、神戸新交通ポートアイランド線、神戸新交通六港アイランド線で参照、交流 600V60Hz が採用されている。案内機場の位置により、 方式が異なり、方式ごとに分岐器方式も異なる。案内方式では、速報案内方式と中央案内方式に大きく分けられ、速報案内方式の一種に両側案内方式がある。分岐方式は水平稼働案内板方式、不沈式、水平回転式、三角辺王公式がある。なおこのうち三角辺王公式は日本で採用されていない。 速報案内方式速報案内方式の起動標準型新交通システムで定められた標準規格である。両側案内方式を除き最初に営業路線として採用したのは1981年3月に開業した大阪メトロ南港ポートダウン線である。この方式では走行路の左右両側に案内板を配置する。標準規格では 左右案内板の間隔を 2900mm とし、案内板中心高さは走行面より 300mm としている。中央案内方式と比べて、広めの軌道復員が必要となるが、平油化構造のために、騒音対策などの環境配慮の点や、多くの AGT 路線に採用されている方式である。分岐方式は、最も簡易かつ軽量な、 水平稼働案内板方式を採用し対応した車両側には各車両下部にある台車から案内バーが左右両側に伸びておりその先の上部には案内機場を走行して転動方向を規制させる案内輪下部には分岐で進行方向を変えるために使用する分岐輪が取り付けられている地上側の分岐場所には分岐用案内板として2つの稼働案内板と 固定案内板が両側の案内機場のもとに設置されており、稼働案内板が電気点鉄機で稼働することによって分岐器の役割を果たす。車両は稼働案内板に車両側の左右どちらかの分岐案内輪が入り込み、その後固定案内板を通過することによって車両の進行方向が選択できる。 分岐場所を通過する際は、一時的に両側高速の案内機上を離れ、片側のみを高速することによって分岐する。両側案内方式の軌道速報案内方式のうち分岐方法に不沈式を採用する路線を両側案内方式と呼ぶ場合がある。営業路線として採用したのは1981年2月に開業した日本で最初の AGT 営業路線である。 神戸新交通ポートアイランド線のみ、分岐時などで一時的に片側のみの高速となる速報案内方式に対して、案内機場自体が上下に不沈することにより、常に両側が案内機場に当たった状態で走行する。対応した車両側には案内輪のみが取り付けられ、分岐用案内板や分岐案内輪が不要であり、軌道復員を狭めることができる。 分岐部分の構造が比較的複雑であるため建設費が高く標準規格にはならなかった。平床構造であることやステアリングボギー台車双方の導入が可能なことは速報案内方式と同じである。ポートライナーでは左右案内板の間隔を 2430mm としている。 中央案内方式中央案内方式の軌道と車両最初に営業路線として採用したのは1982年に開業した山間有ーカリが丘線である。この方式では上記に方式とは異なり走行路間の中央に案内板を配置する。稀にモノレールと案内されることや AGT と別に案内される場合もある。 一般には開け床構造となり、福音は狭くできる、ものの、モノレールのように乗客に不安感を与える、可能性がある点や、避難通路として、軌道上が使えないこと、ボギー台車のみの導入実績しか持っていないことなどにより、標準規格にはならず、ヤママン以外では1991年に開業した、東華大新交通東華大線にしか、採用例がない。分岐方式は、 水平回転式を採用し、モノレールと分岐構造が似ている。速報案内方式や、両面案内方式の車両にあったような、案内バーなど、車両から側面に出っ張った部分はない。この分岐方式も、可動部が大きく建設費が高額となることから、標準規格にはならなかった。小型軽量で、ゴムタイヤで走行することから、走行音が小さい。 無人運転が前提として設計される路線が多い。類似の交通機関であるのモノレールよりもさらに一両、あたりの車両寸法が小さいのが特徴である。車体の材質は、初期の頃は普通校が使用されていたが、2000年代以降は、車体の払拭防止や軽量化を図るために、普通鉄道車両と同じくステンレス合金やアルミニウム合金が使用されている。 構成技術の根幹部分は鉄道の電車と同じだがゴムタイヤを使用しているため走行装置や動力伝達機構などには自動車の技術が使用されている。車両の製造は路線設計を行っている会社で行われる場合が多いが近年では路線の技術開発に携わっていない会社による製造もあり、路線のベースシステムと車両製造会社が一致しているとは限らない。 車両寸法車両寸法は標準型新交通システムで定められた標準規格では最大幅を 2400mm 走行装置の最大幅は 2160mm 最大高さを軌道面から 3300mm としており車両重量は満車時で18トン以下車輪の車軸にかかる軸重は9トン以下としている 走行用の車輪を車単速に2つ配置としており、2つの車輪の軸距は車輪の中心から5000ミリメートル、車端から車輪の中心までの距離は1300ミ、mm、リメートルとしている。標準規格は定められていないが、車両長は7500ミ、mm、リメートルから8500ミ、mm、リメートルまで、時長はおおよそ10.5トンから11.8トンまで存在する。 車内標準的な車内車内は小型車両を用いているため普通鉄道よりも少し狭くドアは1両につき1から2つ程度が左右両側に配置される。なお進行方向右側のみにプラットフォームがある路線が多く中でも東華大進行通東華大線で使用されていた東華大進行通100系電車はドアが右側のみであった。 初期の車両は制御装置やモニタ装置などが大型であり、床下に収まらないものは連結部付近に装置収納箱として配置されていたため、箱の上を荷物置き場として活用している。近年の車両では機器類の小型化により床下や座席化などに収めることで車内空間が広がり、荷物置き場の代わりに荷物棚が設置されるようになった。座席は、 ロングシートを用いた車両が多いが、一部の路線では、ボックスシートや固定式、クロスシートを用いた車両や、それらを組み合わせた車両も用いられている。自動運転を行う路線の車両では、運転台や運転席は存在するものの乗務員室が存在せず、通常運転台は施錠されており、運転席が開放されているため、最前部にまで乗客が座ることができ全面展望を、 楽しむことができる。なお、緊急時や訓練時に運転台を使用する場合は、バーやベルトで運転席とその他の席を仕切ることができる。性能路線の駅間距離が短いため、最高速度は一般的に実速6 0トルの路線がほとんどである。神戸新交通六甲アイランド線が実速6 2 5トル、東下台新交通東下台線が 時速 55km、西部山口線が時速 50km である。なお、三菱重工業によりこれまでの倍である時速 120km の走行が可能なスーパー AGT が開発中である。加速性能は普通鉄道に比べて高く設定され、多くの路線では時速 3.5km、S 程度である。大車速報案内方式の二軸四輪。 ステアリング方式の台車。案内輪、分岐案内輪が車輪の車短足に配置されている。速報案内方式の4案内輪車軸、ボギー方式の台車。案内輪、分岐案内輪が車輪の両側に配置されている。両側案内方式の4案内輪車軸、ボギー方式の台車。案内輪がゴムタイヤ製であり、分岐案内輪がない。台車は 平行リンク式の軸箱支持装置を持つダイヤフラーム式の空気、バネ付きのユニット台車、またはボギー台車が採用されている。また曲線での走行をスムーズにするため、1台のモーターで車輪を作動歯車を介して駆動させるほかに走行車輪を案内機序によって転向させる案内走行装置を装備している。中央案内方式では一軸ボギー台車とし、 鉄道車両のボギー会社と同じく、その中心を軸として旋回させる方式を採用。速報案内方式では、左右の走行車輪の車探索に2個の案内車輪を配置して、案内車輪の変異を、案内棒、ロット、前後進切り替え装置などの案内走行装置を介して、自動車と同じようなナックルを設けた走行車輪に伝達され、走行車輪を走行させる。 二軸四輪、ステアリング方式と案内走行装置と車輪の車軸とを一体化させた一軸ボギー台車とし、左右の走行車輪の両側に四個の案内車輪を配置して、その案内車輪の変異を台車に装着された案内走行装置を介して直接台車に伝達することで台車全体を旋回させる四案内輪車軸ボギー方式などが採用されている。 終電装置は、車両下部の案内走行装置側面に、船からアームスプリングで構成された、終電機が1枚の板にまとまって装着されており、それを介して車内に給電されている。車輪走行輪、案内輪には、ゴムタイヤが使用されており、初期の頃は、走行輪には、ウレタン充填スチールコードラジアルタイヤと呼ばれる、ノーパンクタイヤが採用されていたが、乗り心地が良くないため、 最近の走行輪のゴムタイヤには、ウレタンの代わりに窒素ガスを充填し、急なパンクやエア抜けなどで車体が必要以上に、傾かないように中ごと呼ばれる鉄の補助輪を内蔵したチューブレスのラジアルゴムタイヤを採用しており、乗り心地の向上と騒音低下が図られている。また、安定した走行性能を得るために、扁平タイヤを使用している。案内輪には、 両側案内方式の車両のみに使用され、高質ウレタン充填タイヤと呼ばれる、ノーパンクタイヤが使用されている。また、走行輪のタイヤは、バスやトラックのタイヤとほぼ同じ大きさでありながら重い、車体を支えるため、単体で4.5トンの負荷荷重がかかり、130kg の重量がある。しかし、鉄輪に比して、 摩耗の早いゴムタイヤは利用者に比例した維持費を必要とし、軌道保守についてもコンクリート走行面の整備となる。ため微細な調整ができず、経年劣化による乗り心地悪化なども発生している。主要装置制御装置は、搭乗初期は直流では、チョ直波制御、参照交流では、サイリス体操制御で直流モーターを制御する方式が用いられていたが、近年では両者とも、 VVVF インバータ制御が主流となっており、特に参照交流の場合では、コンバータ装置と VVVF インバータ装置を一つのユニットにまとめた主変換装置により、コンバータで直流に変換した後、VVVF インバータで参照交流に変換して、誘導モーターを制御する方式が採用されている。制御システムは、近年は2両にある。 電動機を1台の制御装置で制御する、いわゆる 1C2M 構成の二両単位方式が多い。ブレーキ方式は、近年の普通鉄道でも採用されている、回線ブレーキ併用の電気指令式空気ブレーキを装備している。モーターの走下、または動力を伝達する方式は、車体走下直角カルダン駆動方式を採用しており、モーターからの動力を自在継ぎと、 作動歯車を介して車輪に伝達されている。車両基地での研修作業において、電車線がない車庫内で車両を移動させる際には、天井に配置された電源ケーブルを主線と呼ばれる、プラグを介して車両に接続して、給電を行って移動させている。互換性新しい交通システムであるため、既存の一般的な鉄道にはない弱点が見られる。車両や信号、軌道に使用されている。 部品類が代替のできないシステム固有のものである場合が多く他社製品とは互換性がなく市場原理が働かないので消耗品や交換部品の費用が下がらず運行経費を押し上げる一因となっている。これにより製造会社にとっては安値で受注して消耗品や交換部品で稼ぐビジネスモデルが成り立ちうまみのある安定した収益源になっている。 近年では、これらの消耗交換時の経済性を追求し、市販のトラックバス用規格タイヤを使用できるような設計の開発などが行われている。直通運転は、規格や方式に違いがある場合は、乗り入れることができないため不可能である。規格や方式が全く同一である場合は、乗り入れが可能であり、大阪市交通局南港ポートタウン線と大津。 ニュートラムテクノポート線が相互直通運転を行い一体となった運用がされている。列車検知は従来の鉄道の軌道回路が使用できないため列車検知装置を採用している。これは列車からチェックインとチェックアウトの信号を受信するチェックインチェックアウト方式と走行路に付設された誘導ループ線により列車の位置を検知する方式の2つがある。 誘導ループ線は自動列車制御装置の信号も流すことができるので ATG、TD ループ線と呼ばれている。路線の閉塞には ATG が使用されているが自動運転されている路線では自動列車運転装置による無人運転で列車が運行されており ATG を目標速度の設定及び保安確保のために使用している。この場合では駅の手前や構内に ATO 地上紙が軌道面に設置しており、停止目標までの距離を、車上側の ATO 装置が認識して、列車を停止目標で停止させるほか、正常な位置に列車が停車したことを列車が駅に送信することで、ドアの開閉の合図などの情報を駅側と列車側の間で双方向を伝送を行い、ホームドアと列車のドアの開閉を行う。走行路の間には、車両と駅や、 中央指令所との間で情報を送受信するためのケーブルが入った ATO データ伝送ループ線が設置されており車両側の情報を駅や中央指令所に送るほか中央指令所からの情報や緊急時の出発抑止などを車両側に送っている列車運行管理は列車集中制御装置が設置されコンピュータにより集中管理されている中央指令所でコンピュータが 列車の動きを把握し、列車ダイヤをもとに自動制御するが、異常時には指令員の手動で制御できるようになっている。また、列車の運転制御や状態監視に使用する主要機器類は、装置の故障などで誤った運転情報を表示するなどで列車の運転に支障が出ないように、すべて多重系で増ルセーフ構造としており、安全を確保しているほか、電力、電路、 信号保安、通信の各設備、自動運転などのシステムを統括して管理を行う総合管理システムからの各データを中央指令所に伝達することにより列車の状態を監視して必要に応じて的確な指示も出すことができる。運営法規上は鉄道事業法の鉄道または軌道法の軌道となるがいずれか一方の法規に基づいている場合のほか道路専用や 開発事業にかかる補助金などの関係で、一つの路線に両方の放棄が混在している場合も少なくない。また、都市計画法の定める都市施設では、AGT は都市計画道路のうちの特殊街路に分類される。運営を行う鉄道事業者は、第三セクターが行うものがほとんどであるによる路線が一例。 準民間企業による路線が二例存在する。全線が完全立体交差の専用軌道上を走行し、なおかつコンピュータ制御による運行のため、安全性が高く人身事故やヒューマンエラーが発生しにくい。そのため、開業以来無事故記録を持つ鉄道事業者が多く存在する。また、専用軌道であること、ゴムタイヤで走行すること、 コンピュータによる自動運転であることなどにより、駅間距離が短い路線にも対応でき、なおかつ従来の輸送システム以上に、定時性に優れた高頻度運転が可能である。路線によっては1分単位の運用がされる場合もある。また、急行列車や快速列車などの運行にも対応している。また、技術的にも無人運転を前提に開発されたことから、 無人運転の導入が容易でロームコストが低減、地下鉄に対して運転費を半分以下に抑えることが可能。加えて、その近未来的なイメージが大都市近郊の自治体などに注目され、普通鉄道よりも簡易な公共交通機関として、郊外や港湾地域に造成されたニュータウンやオフィス街などの通勤、通学の足として建設が進んだ。現在では、 日本以外でも多く採用され、世界の大規模空港内の無人運転の旅客輸送システムとしても活躍している。開発は近年になっても続けられており、高速運転やより廉価に導入できる車両の開発などが進められ、先進国のみならず発展途上国への普及が期待されている。日本の AGT 路線一覧空港移動路線等を除いた日本の AGT 営業路線は、 下記の通りである。利用状況平成28年度の AGT 路線の輸送人員及び混雑率は下記の通りである。経営状況 AGT を採用した路線の経営状況は下記の通りである。赤字を示す。アプムアプム、または LRT と呼ばれるマカオマカオケーキ鉄路のクリスタルムーバー、日本以外では 自動案内機上式旅客輸送システムを APM と呼称する場合が多い。この APM とはもともとウェスティングハウスエレクトリックが開発したシステムの名称で日本国外では当初このシステムが多く採用されたため他のシステムを含めた AGT 全体のことを APM と呼称することが多い。日本の AGT 路線には本来の APM を基本としたシステムはない。 三菱重工業では製造した AGT のうち空港及び海外向けの車両をアップムとしている。ブランド名はクリスタルムーバーで中でも空港向けを特にクリスタルムーバー都市向けをアーバニスモとして区別しており、これらが採用された路線ではその名称のまま故障する場合もある。日本国内ではこの都心向けアーバニスモを ユリカモメ7300軽電車や東京都交通局303。なお、三菱重工業では、日本国内に投入されたアーバニズムは、AGT と呼称している。バルリール地下鉄のバル208台北地下、鉄木作戦バル256型、中運量電電車バルは、フランスのマトラが開発した AGT の一種である。地下線や、高架線の走行を考慮した設計で、 ミニ地下鉄の一種とみなすこともできる。日本以外の AGT、路線一覧関西国際空港、チャンギ国際空港、シャルルド、ゴール国際空港、マイアミ国際空港世界の大型空港でもターミナル間などの移動用に AGT の導入が20世紀末以降増えている。多くの場合空港敷地内の移動手段であるため、総延長距離が短く、料金もかからないことが多い。 アジアヨーロッパ北アメリカ南アメリカ。ありがとうございます。